10秒前。日本近い山がずっと前が上がりました。スタートです。しばらくはこの境内の興奮をしてください。もともと山笠自体が、まあ、元気を出すというかね、まだまだコロナは収束してませんけど、いろんな人が元気を出してほしいなと思って作りました。はい、神武天皇が九州から、本州に向かってずっと大和朝廷を作っていく場面を主題にしてるんですね。はい、全体もうちょっと変えて、はいはい、で右を少し変えてさせて、おお、そうそう、ストップ、はい、それでいい。とにかくまあこれはもう元気の象徴なんですよね、お祭りの中心部なので。だからこう、これがまた御神入れがあって御神体が入っていくんですけど、そこにいろんな方がその神社の本殿と一緒に手を合わせてお願い事をしていくんですよね。もうすぐ800年になりますけど、その間でも何回か多分疫病あったと思うんですよね。それでも山が空いてきてるし、やっぱり元気を出してほしいという、健康であってほしいという願いがこのお祭りなので。博多山笠の起源は明らかでないが、西暦1241年、この年博多で疫病が流行したため、名僧弁慶が町民の担ぐ腰に乗って町を練り歩き、病魔退散を祈祷したのが始まりと伝えられる。もっと上げですね、そっち側じゃなくて真上に上げてください。傷ついた人に優しくしてあげられるような、まあっていうメッセージを山笠から発信したいなと思ったので、あえて稲葉の白ウサギの題材にしました。人形師の仕事って、その人の祈りのような気持ちを形にする仕事だっていうふうに、その祈りみたいな、こう目に見えないものを形にしてくださいっていうことでお願いされて作るので、そういう気持ちを持ってらっしゃる方がたくさんいる以上は、それに応えなきゃいけないっていうのが僕らの使命かなと思ってますね。Thank you.